硫化カルボニルは化学式 COS で表される無機炭素化合物。常温では無色の気体で硫化物様の周期を有する。カルボニル元に硫黄原子が直線上に結合しており、二酸化炭素と二硫化炭素の中間の等電子体であると考えられる。水分の存在化で二酸化炭素と硫化水素とに分解する。この化合物は ユーリー・ミラーの実験によりアミノ酸からペプチドを形成する際の触媒となることが認められ、生命の起源に重要な役割を果たしたことが明らかになった。自然界では海底火山などから放出される、大気中に最も多く存在する、硫黄化合物であり、0.5ppb ほど含まれる、硫黄循環でも重要である、1640年以降の南極大陸の、 氷床コアでの硫化カルボニル濃度の測定が行われた。清掃圏に到達した硫化カルボニルは酸化により硫酸となる。地上では植物の光合成により海上では海水による渇水分解で数年で分解される。硫化カルボニルの最大の人工的発生源は化学合成の中間タイヤに硫化炭素製造時の副産物であるが自動車 石炭火力発電所、バイオマス燃料、焼き魚、ゴミやプラスチックの焼却、石油生成、合成繊維やゴムデンプンの製造によっても生じる。合成ガス中において代表的な要件、不純物でもある。年間に300万トンの硫化カルボニルが大気中に放出されるが、その1、3が人間活動により生じたものであると考えられる。チーズと、 キャベツなどの野菜類に微量、穀物や種子に0.05から0 1ログラムほど含まれる。生還物質や、金星の大気に含まれる。チオカーバメート除草剤の製造中間体となるほか、シ中カメチルやホスフィンに代わる、燻蒸剤として使用される。1841年に、二酸化炭素と硫化水素から世界で、初めて合成され、 1867年に、ハンガリーの科学者、カール・フォンタンにより、性質が解明された。一酸化炭素と硫黄との反応により生成されるが、実験室では、チオシアン酸カリウムと硫酸から作られる。その場合には、複製生物の除去が必要になる。毒ガスとして知られる黄を含むことから毒性が強い、ことは、容易に想像できるが、 1994年まで硫化カルボニルに関する毒性の情報は発表されずにいた。1000ppm を超える高濃度では匂いや刺激などを感じず、痙攣や呼吸麻痺により突然死亡する。ラットを使った実験では 1400ppm で90分、3000ppm では9分で半数が死に至った。動物実験では低濃度では 肺や心臓に影響は見られなかった。ありがとうございます。